皆さんこんにちは。今日は整理整頓についてお話をしたいと思います。あなたの部屋は片付いてますか？あなたの机の上は片付いてますか？あなたの机の引き出しは片付いてますか？これで、胸を張ってはいと答えられる人は少ないと思います。というのはですね、これ本当に私も自分の体験で思うんですけども、机が、散らかってる、引き出しが片付いてない、部屋がなんかこう雑然としているというのはですね、まさに自分の心の状態の表れなんですね。ですから、あちゃーと思った人はですね、心の中を整理するというのもなかなか難しいもんですので、まず、形から入るということで部屋を片付けて、机の上を片付けて、引き出しの中を片付けて、でいらないものは捨てる。やはりその、最近流行りの断捨離って言葉は本当にいい言葉だと思います。やはりそのもうね、なんか自分の中がモヤモヤしてると部屋もモヤモヤするし、なんかこう整理しきれなかったらやっぱり部屋も整理しきれない。ですから本当にそのいろんなものをですね、すっきり考える、単純に考える、いつかあったらいつか使うだろうなとか思わないで、もういらないものはもう捨てる。でそれはもう地球環境的にはあまり良くないんですけどもですね、でもいらないものは捨てるという考え方で言うと、今度は本当に買うときにいるのかいらないのかもっときちっと考える。で物の考え方もですね、あれもやらなきゃ、これもやらなきゃ、いつやろう、でも嫌だななんて思ってると本当に余計大変になります。いろんなことをですね、気づいたこと時に整理、なんか失敗したことは、その場でやっぱり改める、人に申し訳ないことをしたら謝る。とにかくすっきりとシンプルにいきましょう。シンプルイズビューティフル。どうぞ。